皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当音の職人ソッシーとでお送りします。変化の激しいこんな時代に知ってほしい、そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。いや、ということでね、前回からクーデターの話を我々、しているわけですけれども、まあ、これね、2月1日にミャンマーでクーデターが起きて、まあ、それを受けて、はい、あと、今、そうですね、配信よりも前に収録していますんで、ちょっとね、ミャンマーのクーデターどうなってるか分かんないけど、まあ、クーデターってそもそもなんやねんと。はいいうこと、これをね、せっかくなのでみんなと話したいなっていうことで前回からやってるわけですけれども、うん、まあ、前回の話を聞いてさ、ソシーどう思った、クーデターって日本に住んでるとあんまり身近じゃないなって思ってたんですよね、なんですけどなんかすごい身近だなって感じるようになったのかなってしまったのか、急になんでそんな身近になったのよ前回の話聞いて。だって前回お話したのに、日本の大化の改新もクーデターだって言ってたじゃないですか。そうだね、そういう話したね。大化の改新ってすごく身近な、まあ、日本史の中の出来事。そうね、冒頭に来るからさ、なんかやっぱりこう覚えてるよねみんな。うん、そう、それがあれもクーデターだったんだって思った瞬間、すごく遠く感じてたクーデターが、なんかすごい近いな、身近だなって思ったんですよね。なるほどね。そうなんだよ。クーデターって、その、本当の意味はね、その軍隊が使って政権を転覆するとか、政治の権力を奪取する、握るっていうような、こういう意味だけれども、実際のその行為、様態、形としては何かっていうと、まあ、無理やり、ある種非合法、反非合法的な、半分非合法的な、あるいは、正規のプロセスじゃないっていうようなところもあったりするんだけど、急な一撃。相手が、その権力を握っている人が、気づかないうちに突然やられる。突然ひっくり返される。オセロってね、例え使ったけれども、オセロでバーバタバタバタってひっくり返る。急にやられた。うわーっていうのが、クーデター。というものの、なんか言葉として、押さえておくイメージっていうことで、比喩。はい。例えとしても、結構クーデターって使われていて、なんか僕なんかは週刊誌とかさ見るときにさ、クーデター勃発みたいな、その会社の経営陣とかなんか組織とか、あるいは自分たちのさ、なんか身近なところで言ったら部活とかやっててさ、キャプテンが気に食わないとかっていうのでクーデターとか起きたりとかした部活とかない、その高校生。なんか他の、スポーツの部活で、なんかそういうのがあったないとか、そういう話をね、そういうのがまさにある種クーデターというか、もうあいつの権力に従わねえと俺たちは自分たちでやるんだみたいな、こういうのをクーデターって言ったりとかもするということで、まあ、実際殴ったりとかね、そういうのがなくてもクーデターっていう言葉使いますということで、例えば現代の日本だと、僕なんかこれ結構有名な話で面白いなって思うのが、何ですか、1982年に三越、三越のデパートで岡田茂社長さんが突然解任されるっていうクーデターが起きた、社長急に解任される。そうで、その社長はいろいろとね、私腹を肥やしていたとか、あるいはその愛人を使ってどうのこうのみたいなね、まあ、こういった問題もあり、基本的にその三越に関わるそのいろんな不祥事もあって、ははははで、これこのままじゃあかんと。で、銀行サイド、お金を貸している銀行サイドも、この社長のまんまだとちょっと良くないなっていうことで、取締役会の人たちに、まあ、クーデターを起こせというか、解任を指示するみたいな感じになって、ある日の取締役会で解任決議というものが電撃的に実行されると。急に起きたわけですね。そう。まさに一撃を加えられたわけよ。いやー、だから、あの三越さんでそんな出来事があった、知らなかったな。だから、それは三越事件って調べたら、ウィキとかにも出てるけど、はい、これはまあ、クーデターじゃないよね。デターが多分政権、政権への一撃で、クーが一撃なのかな。だから、クーは結構やっぱね、
はいはい、経済社会でも結構あるわけで。なるほどな。まあなんか、半沢直樹さんのね。あ、そう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 。半沢直樹のなんか世界観でも空起きそう。起きそうですよね。うん。うん、あ、そうか、なんか比喩っていう風にすると結構いろいろもっと身近なものがたくさん出てきますね。たくさん出てくる。週刊誌とかね、うん、なんかやっぱいろいろと。あるし、お家騒動とか、うん、そういった面で、こう、社内とかね、うん、二つの派閥が対立するとか、はいはいはい、あと政治の世界だってね、うん、当然、クーデター的な感じのこと、うん、まさに、まあ、政権内部だったら、うん、武力使わってなくても、突然、ひっくり返ることをクーデター、造反撃とか、ね、訳されたり、言ったりとかもするけど、やっぱそういったことは、うん、身近にひっくり返しっていうこと、うん、これはあるよねっていうのは。うん、今聞いてて疑問に思ったことが一個あったんですけど、クーデターでひっくり返しましたっていう、その新しい権力を持てた人たちっていうのは、何でしょう、その後も継続的な権力を握り続けられたのか、みたいなところは、結構そうじゃないこともあるんじゃないかなって思ったんですよね。まさにクーデターっていうのは、その今のところのプロセスにはないんだけれども、合法かどうかっていうことは置いといて、はい、やっぱりみんなの支持があるかどうか、サポーターがいるかどうかってやっぱ非常にポイントだよね、はい、さっき話をした三越っていうのは、はい、メインバンクが味方してくれる、要は社長このまんまのこいつじゃダメだっていうことでメインバンクというサポーターがいたわけ、心強いですよね、それはね。そういうのがあると、やっぱちょっとプロセスとかなんか少し逸脱しててもサポートしてくれるし、大義名分があるわけじゃない、うん、ありますよね。あいつはこのまんまじゃいかんということになるわけで。で、対価の改心にしても、このまんまの日本じゃダメだと。はい。いうこと。で、新しい日本、ちゃんとした日本を作るためにはっていう大義名分が、このまんまのプロセスじゃいかんということ。で、一方、本能寺の変なんかは、はい、やっぱり下克上しました、クーデター的なことをやりましたって言っても、大義名分がやっぱりきちんと伴っていなかった。から、やっぱ3日転嫁で終わっちゃった。短期間で、また自分がひっくり返されちゃったこともあるわけで、タイのね、クーデター、タイも2014年にクーデターあったけれども、これは民衆の支持とかもある程度あって、今のところ小康状態っていうのは続いているけれども、今回のね、ミャンマーのクーデターも、どういうふうになっていくのか、民衆の支持とか、ね、誰がサポーターになっていくのか。そっかそっかそっか。うん、そこがないと、要はプロセスがおかしくなっちゃう。プロセスにちょっと違う、うん、普段と違うことをやるっていうことは、うん、そこにサポーターがつくかどうか。それがね、やっぱ大切なんだよ。うん、何近々、阻止、クーデターでも起こすの。それはね、仮にリートンに起こすとしても言わないよね。いや、そうだね。まあ、まあ、クーデターにはね、カウンタークーデターというのもあって、うん、いやいやいや、クーデターに来たらクーデター返しみたいなのがあるから、まあ、いつでもかかってきたらいいと思うよ、カウンタークーデターしてるから、ね、うん、リスナーの皆さんのバックアップがあれば僕も前に出るかもしれない。ちゃんとなんかさっきの話聞いてんじゃん。そうですよ。最後にせっかくなのでそのね、うん、カウンタークーデター、うん、どんなのがあったかっていうこと、うん、話をしていきたいんですけれども、はい、結構ね、これもある種カウンタークーデターと言ったらいいんじゃないかなって思うのが、うん、清朝末期、中国の清、日清戦争の時の清で、はい、武術の政変っていうのがあったのね。武術の政変。で、これはもともと偏方運動っていうのを、はい、やろうとした人たちがいて、もっと中国をより近代化していこうということで、うん、法律を変えたりとかいろいろやっていこうっていうことをやっていった人たちが、うんうん、まあ、クーデターじゃないんだけど、そもそもその人たちは、うん、はい、改革をしていこうとした、うんうん。で、その改革をしようとしていったところに対して、クーデター的に武術の政変っていうのが起きて、その改革をしようとしていた人たちが捕まって、はい、打ち首になったり国外追放とか国外脱出するっていうことがあったので、はい、だからこれこそなんかその僕はちょっと厳密に言うとカウンタークーデターじゃないんだけれども、うん、何か新しいこと改革変革をしようとしていた人たちにカウンター返しが来たっていう意味で、うん、何か新しいことをするっていう時にはクーデターっていう手段にしろ何にしろ、はい、やっぱり
いろんな人たちの助けとか身の回り最新の注意、さっきねソシーがリートには言わないよって言った通り、うんうんうん、あの秘密っていうのはきっちり最後まで隠して本当に確かに一撃で変えないと、うん、失敗するっていうこともあるんだなっていうこと、これを、うん、我々の、ね、日常生活では肝に銘じて何か変える、うん、自分の行動を変えようと思うときにはしっかりと計画を立てて一瞬で変えていく、これを大切に、うん、ということで、なんか結構この話通して前回今回とクーデターすごい身近になったっていうことでいいかな、それでいいでしょう。皆さん、ラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう、こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけどなかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない、頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。日本史総復習編サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジ歴日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また Twitter でも質問感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。 Twitter アカウントはラジレキで検索してフォローしてください。それではラジオ歴史小話、本日はこのあたりまで。お相手はリートンとソッシーでした。